セルロイドは、ニトロセルロースと過素材となる小脳を主原料とする合成樹脂。世界初の高分子プラスチックである。造毛の代替品として開発され、20世紀前半には生活用品等に多く使われた。ニトロセルロースと小脳を主原料とする合成樹脂の発明者については、諸説あるが、セルロイドという名称は、ジョン・ウェズリー・ハヤットによって商標登録されたものである。 最初は、象下の代替品として、ビリヤードの玉が開発されたが、コルセットや義手義足などにも利用されるようになった。その後、20世紀の半ばまで、食器の取っ手や万年筆の筒やメガネのフレーム、洋服の襟やおもちゃ、飾り物などに広く利用された。1880年代後半からセルロイドは、甲板に代わって、写真フィルムとして使われるようになった。 それらの製造技術を開発したハンニバルグッドウィンの会社が現在のイーストマンコダック社の前身である。日本では1877年頃に輸入が開始され、1908年には国産化されるようになった。1889年、ノボリヒカリ社がセルロイドの生産を始めた。1910年、サカイセルロイドがアメリカ式で生産を始めた。 1911年7月、日本セルロイド人造検視が、ドイツ方式で、セルロイドの量産を始めた。1919年9月8日、第2本セルロイド設立、日本セルロイド人造検視など8社の合併による、本社、大阪、資本金1250万円、社長、森田も吉。1955年、セルロイド製品の火災事故が多発していたことを受け、 アメリカで可燃物質規制法が成立。これにより日本製のセルロイド玩具などは全てアメリカへ輸出できなくなった。また、アメリカから広まったセルロイド製品の市場からの排除運動は世界へ広まり、世界的にセルロイドの製造や消費が落ち込むこととなった。セルロイド最大の欠点は燃えやすいという性質で、業界では他の化素材も研究されたが見つからないまま、 ポリエンカビニルなどの高発の合成樹脂素材にとって変わられた。1996年以降、日本国内では生産されていない。セルロイド製のピンポン玉セルロイドは1930年代には文房具、工芸品、生活用品、玩具、映画フィルム、レコードなど2万5000種類以上の製品に使用された。しかし、燃えやすく、新しい樹脂の開発によって、 次第に用いられることはなくなった。パチンコの装飾板やピンポン玉などセルロイドの使用が規制された製品もある。ピンポン玉オリンピックでは2012年ドンドンオリンピックで非セルロイド材質のものに切り替えられ、2014年に非セルロイドの材質で製造することがルールで義務化された。現代ではわずかにギターピック、高級メガネのフレーム、万年筆のペン軸の材料、 などに使われているに過ぎない。セルアニメの制作に使われるセルは、セルロイドのシートを使用していたため、1950年代に、トリアセチルセルロース製の製品が使われるようになってからも、セルガと呼ばれている。日本では、東京府本名村で1914年、人形など、セルロイド製おもちゃの生産が始まり、多数が輸出された。発火しやすいことを問題視した。 アメリカ合衆国連邦政府の輸入禁止により産業としては衰退。2002年に製造を再開した葛飾区の平井岩具製作所が2018年時点で日本唯一の生産会社である。加熱で軟化し、成形が簡単であることからかつて大量に使われた。極めて燃えやすく、摩擦熱などによって発火しやすい。さらに光などで劣化し、 耐久性が低いという欠点がある。劣化が進んでいるセルロイド製の 9.5mm フィルム全車の欠点は取り扱いやすさという点では致命的であり、セルロイド工場では素材の自己反応性による発火がしばしば火災の原因となった。映画の初期作品はセルロイドをベースとしたフィルムで記録されており、映画館ではフィルム照明のアーク等や電球の高温や摩擦により、 セルロイドフィルムが発火するなどの事故も起きた。可燃性でフィルム自体が劣化しやすいセルロイドの特性はフィルム原本の保管を基本とするフィルム保管施設の作品の長期アーカイブ上の課題となっている。また実際に日本では火災事故が起きている。日本ではセルロイドは消防法の可燃性の規制対象物に指定され製造、貯蔵、 取り扱い方法が厳しく定められている。また、セルロイド製品は長期にわたる光や酸素などの影響を受けると、元のセルロースと硝酸に分解、劣化して、ベットついたり、亀裂を生じたりしやすい。このため長期保存に向かず、無傷で現存しているアンティーク製品は多くはない。また、分解過程で、強酸性ガスを発生させ、セルロイド自身や、 周辺の金属などを腐食させる可能性がある。横浜市港北区にセルロイド産業文化の研究、広報拠点となるセルロイドライブラリーメモアールハウスがあり、世界有数のセルロイド博物館となっている。ありがとうございます。